在宅の現場でもシラク使ってますし、浅見先生に言われたことがすごく残っていて、シラクをやるときはできるだけシラクだけでやってみて、少しでも症例発表できるように記録してみようと思ってみたりしてやってます。ちょっとテキストに沿って話したいと思うんですが、初めて清潔シラクらしきものをやったの時は、僕はまだこの地下鉄の沿線に住んでまして、鍼灸接骨院に勤めていたんですが、その時にこう他の先生が打った針を抜歯するっていうことがありますよね。の抜歯をした後にいまいちこう反応が鈍い患者さん、あんまり効いてなさそうな患者さん、特にその腰痛の、まあ、針の後に抜歯をしたところ、こう患者さんがこうなんかいまいちこう不満そうな、まだこう顔をしかめながらうんってやってるような患者さんの、ですね、F4 にその抜いた聴診をそのまま切皮だけこう神管を使って切皮をすると。で結構痛いですよね、切皮すると足の先に。それで針をすぐ抜い、もう即死即抜で抜いて、で消毒するふりをしてちょっとこううまく絞ると、まあ一番の細い針でも、まあ1滴2滴ぐらいは出るんですよ。でそんなのをやるだけでもかなり本当に即効性があって、すごくその場で変わるというのを結構経験しまして、それで地下鉄で本当に20分もあればここまで来れる状態だったので、これは行ってみようと思って、来たのが初めて、多分平成20年かもうちょっと前ぐらいかな、18年ぐらいだったのかなと思うんですが、初めて研究会に来た時は本当にこう会費を払わなくても参加できそうなこの緩い受付で、なんとなく名前をこう紙に書いて、なかなか売ってなかったその21世紀の医学がこうドンと山積みになってたりとか、いつ始まるとも誰が主催者で誰が偉そうにしてる先生が誰もいなくてですね、こう誰が喋るんだろうみたいな、浅見先生はもうすぐ分かったんですけど、ここ大丈夫かなと思って、ちゃんとしてるのかなと思って、すごい不安で、これは失敗したかなと思ったぐらいだったんですが、ね、マイクをこう紐でぶら下げた浅見先生がこう座りながら、当時ねスライドを出しながら説明をしてくださって、他のお医者さんも結構講演をしてくださったりとか、あとは稲松先生の実技ですよね、本当にその場で当時からモデルさんの治療っていうのをやっていたんですが、これはすごいなと、で初めて行った時もそうですし、次の時もそうですし、やっぱりね聞きたいことがいっぱいあるんですよ。清潔シラクを始める時にはこういう患者さんには どこをやってみましょうとか、こういう人にはどうやったらいいでしょうってすごい質問があるんですけど、稲松先生に聞いても浅見先生に聞いてもとにかくやってみなさいと、まずそれやったのって、その患者さんにそれやってみてどうだったので、まずはやってみてとにかくやってみる、もう安全だから大丈夫だからとにかくやってみなさいと、で分からなければ片っ端からやってみなさいと、もう分からなければ1個ずつやればいいって言うんですよ。1個ずつやってその場で確認をして、変化があったかなかったか、変化があったらそれは変化があったということだと、なかったら変化がなかったということだと、でやってみてどうだったか聞かせてくださいと、そうすれば浅見先生はそれに対して何かこう考えて、ものを考えて返事することはできると。だけどやってないものは分かんないよ、とにかくやってみなさいと、すごく言われるんですけど、でも聞いちゃうんですよ、どうしてもねどうしても聞いちゃうんですけど、やっぱりすごくその本当に印象に残っているのは、とにかくやる、やってどうだとか変化を見る、それでもう一度考える
っていうのをすごく強調していたので、あ、これはその場で変化をとにかくチェックしていく、で変化した分だけ変化したんだよっていう、その事実のみをきちんと記録して残していくっていうのは、あ、なかなかこの今までの見てきた新旧の中にはなかった、もしくは僕は中世がもともとベースなんですが、その中世の世界でもなかなかなかったなと思って、唯一あったのはマッサージをしてあと気持ちよかったっていうのはあるんですけど、なかなかこれだけ治療効果を確認しながらやっていくっていうことはなかったなと思って、ですから先ほどちょっと後ろで体験もやらせていただいたんですが、どうしてもこういう時にはどこをやりましょうとか、質問が当然あるんですが、基本的にはもうやってみる、しかも片っ端からもう一番順番も関係ないんで1番からやったらいいと思うんですよ。1番2番3番4番5番6番ってやって、こっちの1234566で何か症状があれば、例えば腕が上がらない、腕が上がらない時も腕だったら足の1番からやればいいわけですよね。腕が上がらなくても1234566ってやって1234566ってやってもいいんですよ。それで足の例えば F5 で肩が上がるようになっちゃったらアレルギーだったかもしれないってことですよね。でもそれは先に手の方を治療したと分かんないので、もう悩んだ時は清潔白くは全部やってもいいと思うんです。で僕は在宅をやってる関係もあって、ターミナルケア本当に終末期に関わることも多いんですが、その場合にはこの清潔だけじゃなくって、例えば F6 の反対側 F6 ダッシュとか言いますけど、あとこの中指、清潔がどっちもないようなところであるとか、あと指先の視線、指の先ですよね、もう含めて全部刺激したりしてます。それで全部やったらどんな変化があったのか、でそれで変化があったらそれを何とか続けたりもするんですが、とにかくやってみる。でとにかく全部やれば変化することが分かりましたと。で変化しないことが分かるかもしれないですよね。そしたら今度交感神経系の H6F4、 それに100を組み合わせて治療した時と比べていけばいいんですよね。だから本当にその清潔白くというのは科学であって、技術の稚拙では効果が変わらないというのは本当にそうだと思うんです。だから本当に皆さんにはとにかくやってみてほしいと思います。で今針を刺すだけではなくピソマっていう刺激法もだいぶ確立されてきたので、ピソマはこうしっかり刺激をするのにちょっとトントントンって叩いてみたりとか、シラクをこう2、30滴出すぐらいの時間は刺激した方が多分いいんだと思います。貼ってパッと貼ってどうですかっていうよりかは、このシラクをするつもりでちょっとこうトン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 って2、30滴微量の出血を取るぐらいの時間は刺激してからの方が効果分かりやすいと思うんですが、本当にやってみてもらいたいと思います。で僕がこの研究会に来るようになって、ある時ずっといろんな話をしてくださってたお医者様が休逸されて、それで浅見先生と稲松先生だけで研究会丸々1回は喋れないというので、これからは自分たちの症例発表を誰かでやっていかないかっていう話をもらって、結構急に話すことになったんですよね。今度の研究会はお願いしますみたいな感じでたんですが、その時に清潔白く自分の発表を振り返ってみると、例えば歯の痛みには左足の F1、F6 をやるといいって浅見先生が書かれてるんですが、実際やっても歯が痛くて歯科治療院に行ったんだけど別に虫歯進んでないし分かんない、なんとなく鎮痛剤が出たりとかするんですが、特に虫歯進んでないよって言われた患者さんで F1、F6 をやっても全然効かないことがあったんですね。で何日かやったんですけどあまりに効かないんで、ちょっとこれはおかしいから
別の歯科医院ってよく見てもらってくださいって言ったら、その詰め物の下で虫歯が進行して神経の近くまで炎症をしていたから痛かったんだと。でもずっと通ってた歯科医院の先生は、まあ、そこではないと踏んでたから、そこまでレントゲン取らなかったわけですよね。ですからそれは本来効くはずのものが効かない時っていうのは、ちょっとその病院を変えてでも原因を探していく、時間をかけてでもちょっと原因を探していく、その鑑別っていうのも清潔歯楽にはすごく一つの使い方としてあると思うんですよね。現場ですごくこの清潔歯楽を使っていると H5、F5 の副交感神経を抑えると効くというのがすごく多いんですが、この何か鑑別に使ってみるっていうのもぜひやってみたらいいと思うんです。今ね、実際の患者さんが家族にやっているという発表がすごく立派な発表がありましたけど、東洋医学を学んで清潔歯楽に入ったんではなくて、治療で清潔歯楽に出会ってこの浅見先生の理論に出会った、この方がおっしゃっていたのが、その清潔歯楽をすることで治療の効果が出るのはもちろんなんだけど、このどこを治療して効果が出たかで、どこの経絡、どこの内臓にその病気がというかその悪さが出てるのかっていうのを逆算できる、鑑別できるっていうのもすごく治療に臨床に役に立つと思います。浅見先生のお話すごく記憶に残って、あと他にも記憶に残っているのが、全部は治さなくていいっていうのもすごく僕は臨床において助けられた言葉です。例えば肩が上がらないっていう時に、完全に動くようになるのを目指すの結構その日は難しいんです、清潔歯楽を使っても。でも上がらなかったものが結構上がるようにはなるんですよね、少なくとも。そしたら要するにその人の体はその日に治れる分はそこまでっていうことなんですよね。だからそれは治療の失敗ではなくて、ここまで今日は治れたと、じゃあ明日もう一回やればいいわけですよね。で、僕の場合は完全にもうこれでいいよっていう場合、じゃあ再発したらもう一回連絡してください、もうすっかり治ってんだったらもうそれでいいから、どうせ来ないですけどね、すっかり治った人っていうのは。すっかり治ってたらもうそのままでもいいし、まだ万全でなければまた明日来てください。少なくとも1日置いてぐらい、あまり間隔を空けずに治療した方がいいと思います。やっぱり週に1回なんとなくコワゴワやるっていうと結構後半効かなくなってくるんですよ、何週間か経つと。だから本当に最初に間隔を詰めるっていうのは、21世紀の医学の症例を読んでいくと本当に、ね、稲本先生もよくおっしゃられてますけど、日付を近く治療されていることが多いんですよね。だから本当に治療の間隔を詰める、その場で変化を見ていく、それから1日にその日に治れる分はもしかしたら決まってるかもしれない、全部は治らないかもしれない、そういうことを本当に大事にしていきたいと思っています。どうですな。それからリハビリにもこの清潔歯楽を使っているんですが、どういうふうに使っているかというと、清潔歯楽をすることでこう可動域が広がってみたりとか、痛みが減って訓練がしやすくなる場合があるんです。そういう場合に清潔歯楽すごく有効なんですが、僕の印象としてあるのは、動いちゃいけないとこまで動かしたり、強度が強すぎるところまでやると清潔歯楽で鎮痛をしたり可動域が広がっている場合はちゃんと痛くなってくれるんですよね。でもこれが結構鎮痛剤なんかで痛みを抑えている状態で無理に運動してしまうと後で結構きつくなるんですよね。ぜひこの運動訓練とか可動域の訓練なんかをする前に清潔歯楽をしたときは、その効果の出方、それから結構その患者さん自身に感じてもらって、どこまで動けるか、どこまで動くと痛いのか、どこまでだときついのかっていうのを考えて動いてみてくださいっていうと
訓練をしていく時の清潔志らくっていうのはすごく訓練の限界をつかみやすいのですごく役に立ってます。なんかちょっとまとも話したいことがいっぱいあって、浅見先生の言葉とか思い出すとこう涙出そうになるんですけど、こんな感じでお話とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。研究会はこれからまだまだずっと続き、浜島先生のお話